2015年3月4日、中国メディアのシナが、韓国のスモッグは中国から来たとの主張は誤りであると NGO 団体が報告したことを伝えた。シナは、多くの韓国メディアが韓国のスモッグは中国から来たものだと報道していたが、国際的な環境保護団体グリーンピースがソウルで行った記者会見で、韓国の PM2.5 の 50-70% は韓国本土からのものであると指摘した。そして、韓国政府は戦略的解決方法を作成せず、中国のせいにしてきたと述べたと伝えた。このニュースが中国版ツイッター、ウェイボーで伝えられると、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。韓国はなんて恥知らずなんだ。いいものは自分たちのもので、悪いものは他人のものにする。日本人以上の恥知らずだな。これが韓国人の特性。慣れるしかない。これぞ韓国人の本質だよね。こうでなければむしろおかしい感じがするよ。これが韓国人の一貫したやり方だよな。ずうずうしいことこの上ない。宇宙すべてが韓国のものなのに、なんでスモッグだけは認めないの？スモッグも韓国が起源なんだよ。早く文化遺産登録しておけよ。なんでもかんでも韓国のものと言っていたのに、スモッグは韓国ではなくて中国のものとか言っていたのか。北朝鮮を越えて直接ソウルにスモッグが飛んでいったというのか。でも残りの 30-50% は？ということは3分の1は中国から飛んでいったということじゃないのか。